神々の美少は、芥川龍之介の小説。1922年に、新小説にて発表された。芥川の小説のジャンル、キリシタンものの一つ。宣教師、オルガンティーノが、危機神話の神から、外国から伝来した文化をもとに、独自の文化を作り上げる。日本人の特性を学ぶというストーリー。いわば、日本人論をモチーフにした作品である。京都、南蛮寺。 夕暮れの庭を歩く、宣教師オルガンティーノは、言い,いようのない不安に襲われていた。数十年来の布教活動が実り、今や日本国内のキリシタンは万を数えるほどにまで、増えた。しかし、この国は、岩から草木に至るまで、言い,いようのない、霊気に満ち満ちている。我らが、デウスニョライは、それに打ち勝てようか。 庭先のしだれ桜を見るたびに不安は募るばかりだった。おのぬくオルガンティーノはデウスニョライに夕暮れの祈祷を捧げ、日本の心霊と戦う自身への加護を求める。その瞬間、彼の目前に異様な光景が繰り広げられる。それは危機神話、天岩との場面だった。衝撃を受けたオルガンティーノは即倒し、深夜になってようやく意識を取り戻す。 この国の霊と戦うのは存外難しいとおののく、彼の耳に、どこからか、負けですよ。という声が聞こえてくる。翌日、3、4人の侍が入信を求めてきた。新たな信者を得たオルガンティーノは機嫌を直し、天主教の勝利を確信する。そんな彼の前に、奇妙な老人が現れる。首にマガタマをかけた彼の正体は、日本古代の神だった。その神は、 オルガンティーノに語りかける。あなたは天主教を日本に広めようとしていますね。それも悪いことでもないかもしれません。しかしでウスもこの国に来ては、きっと最後には負けてしまいますよ。オルガンティーノは反論を試みるがその神は消えてしまった。古代ギリシアの詩人、ホメロスが語る女ジ詩ジ、オデュッセイアが室町時代の日本に伝来して本案され、 ユリワカ大臣の物語が生まれた、との説に従ったエピソードだが、この説は現在では否定されている。ありがとうございます。